どうも、生涯収支マイナス2億円分です。本当です。明日ですね、桜花賞開催されるということで、ちょっと本気の競馬予想していきたいなと思います。ただですね、僕は本気で予想するんですけども、いかんせん僕は、生涯収支マイナス2億円分なんで、来ません。正しく僕が買わんかったら来るし、買ったら来ません。なんですけども、予想は本気でやりたいということで、明日の桜花賞の本命発表していきたいと思います。桜花賞の本命は、3番リバティアイランドですね。3番リバティアイランドです。桜花賞はね、個人的には思い入れありまして、2018年かな、初めて大阪の競馬番組出て、レギュラー一発目とかやったんですけど、その時のレースが桜花賞で、アーモンドアイ、ラッキーライラックで、リリーノーブルまでバチ当てしたな。あの日以来一回も当たってないんですけど、桜花賞僕も例外なくリバティアイランドです。いや、ほんで大事なのは買い目なんよな。相手選びですよ。正直ね、鳥紙もしてしまう可能性あるけど、穴馬多めに選びたいね。G1 やからね。中穴は北ウィング、コナコーストら辺とか、新緑化とかね。大穴は、シング・ザット・ソング、ドゥーラ、ラベルとか行きたいですね。あとは、まあ、出馬表を見てるとね、やっぱ変な名前の馬多いですね。7番、コンクシェル。いや、電車で注目を集めるおっさんのくしゃみか！カクシェル！コンクシェルって言った？みたいな。電車で注目集めるおっさんのくしゃみみたいやな。なあ。8番、北ウィング。梅田の待ち合わせ場所が！北ウィング。梅田の地下街の名前か。なあ。1番、布団ドール。布団ドールの方がいいやろ。抱き枕的なね、布団ドール。布団って何やねん。あと、新緑買って見るたび、新緑力って読みたくなんねん。漢字の力に見えて。新緑買って、新緑力っぽくない？なあ。16番、ムーンプローブ。サスケサードステージで誰も落ちたことないアスレチックか。なあ。あれ、サードステージにあるけど、マジで誰も落ちてても見たことないよっていう。まあ、実は体力奪うという役割あんねんけどな。サスケサードステージで誰も落ちたことないアスレチックか。変なやつ多いな。さあ、あとですね、今回ですね、なんと、リバティアイランドに電話しました。厩舎関係者やジョッキーではなく、リバティアイランド本人に電話しました。本人というか本場なんですけど、リバティアイランドね、腹壊してるらしい。なんか変なもん食ったっけ？とか言うて。多分鶏肉が半生やったんかなとか言うてましたけどね。まあ、腹壊したけど、土曜のうちに腹壊しきって、日曜には復活してますよ。だから行きますね。さあ、可愛い目なんですけども、3連単、フォーメーション。1着3、2着、2、4、8、9、11、12、13、14、17。3着、2、4、8、9、11、12、13、14、17の計72点でいきたいと思います。いや、これね、
まあ、正直増えてもうたんですけど、解明。今んとこオッズ的に、2点だけ取り紙あんねんな。うん。でももっと取り紙の点数増えると思うねん、オッズ下がって。一応今、リバティアイランド1着の、コンクシェル!コンクシェルって言った今。すいません、コンクシェルって言った?リバティアイランド1着の2着がライトクオンタムかドゥアイズ。で、3着もライトクオンタムかドゥアイズ。今のところ2番人気、3番人気の2つが絡んでしまうと、72倍終わるので、まあこれだけ取り紙やけど、一応他は今のところ大丈夫。てか、穴、紐割れ狙いなんで、こんぐらいの買い方にしておきます。これが一番賢いから、結局。以上です。出たね、コンクシェルのくしゃみ。持ってるね、さすが。ほんで、ライトクオンタムってどこで区切んねん、これ。どう読んでる、みんな。ライトクオンタム?クオンタムってなんなん?ライトクオンタム?オンタムって、オンタマみたいに。ライトクオンタムなんか、ライトクオンタムどっちだ?ライトクオンタム?ドラマ?ライトクオンっていう製品?タム?ライトクオンタム?藤崎マーケット?ライ?ねえ。という、まあでもね、そう。今日おもろかったやろ。ちょっと出馬表に突っ込むっていうのにもしてみました。はい。なんか、競馬あんま知らんそうにも届きたらいいかなって。ほんで、まだ時間余ってるやろ。雑談します。たこ焼き皮じゃん。そうや。どう?もう、新しいファッションのリーダーズなってきてる?もしかして。新しいファッションのリーダーズ。ね。大人ブラックということで。ね、すごくトレンドを発信していこうかなって。もう、革ジャンのインナーは飯の時代で。可愛い飯、たこ焼き。これがな、俺、大阪とか書いてるやつはもうあんねん、そのダサい T シャツシリーズで。ただ大阪は良くない。たこ焼きはまだ、一緒か?ね。とかタピオカ T シャツ、タピオカ大好きって書いてるやつとか、そういう時代になってくるんちゃう?真似するやつ続出やと思うで。うん、まあね、革ジャンにハマるって、霜降りチューブでも、ね、まあラジオでも宣言して、でね、インスタに、写真載せたり一回したんですけど、本当に、滑らない話で、父ちゃん死んだ話した時ぐらい賛否両論あったな。うん、あれん時もエグかったけど、そんなみんなほんで、人のファッション好きなんやっていう、なんか、面白いですね。というわけで、はい、大花賞、とにかく、皆さん、リバティアイランドはもう、ど本線なんで、これみんなで稼ぎましょう。はい。Thank you.